人が音楽に興味を持つ理由っていうのは、まあ、音楽を好きになったりする理由っていうのはいろいろあると思うんですよね。まず最初はメロディーだと思うんですよね。私も小さい頃からいろいろ家で音楽かかってましたしあと幼稚園に入ってもあの先生のオルガンとかに合わせて歌歌ったりしてましたけど。 やっぱり好きな曲とか嫌いな曲の基準っていうのはいいメロディーか悪いメロディーかっていうのがすごくありましたよね。でついでだんだん日本語が理解できるようになってくると歌詞にも興味持つようになります。だから面白い歌詞だだだっったりすすると興味持つようにだんだんなってきますね。まあ、例えばテレビで放送されているヒーローものだったりアニメとかでこう勇ましいようなイケイケ調の歌詞がかっこいいなと思って曲を好きになることもありますしあとは幼児向け番組の「 日だけポンキッキーだったりとかねピンポンパンだったりとかそこで流れる曲で面白い歌詞のもの例えば「泳げたい焼きくん」だったりとかね「一本でもにんじん」とかそういうちょっとこちらのね幼児の気持ちをくすぐるような歌詞の曲っていうのは好きになってましたねで次がやっぱりビジュアルっていうのも大きいかなと思いますまあ、音楽そのものとは関係ないんですけどかもしれませんけれどもその ビジュアルかから入るっってて興味を持つってこととも大きいいいんじゃないかなと思いま,すまあ例えばジャケットのビジュアルに興味を持つデザインに興味を持つってこともあるでしょうし単純にその歌手が自分好みの可愛い子だったりとかね <laughs> あとまあそういうコスプレしていてなんか気になるみたいなね <laughs> そういう。 イメージみたいなもの、それで興味を持ってだんだん音楽が好きになると、そのビジュアルのイメージと音楽のイメージが一致したりするともうますますファンになってしまうってこともあると思いますよね。あととは音色っていいううことも大きいでしょうね。 私が本当に音楽に夢中になったのはやっぱり YMO の影響がとても大きかったんですけどやっぱ小学校時代ねやっぱ子供心に音色でまず YMO のこと好きになりましたからねやっぱり電子音ピコピコ当時珍しかったシンセサイザーの音ピュンピュンって音だったりとかねそういう普段あまり聞けない電子音がたくさん聞けたのであとゲームセンターの,のインベーダーハウスっていうのが当時すごく小学校の頃流行してまして先生からは学校からは「インベーダーハウス行くとかち上げされるから行くなよ」なんて言われている中こっそり インベーダーハウスに行ってインベーダーゲームとかやっていたんですけれどもそういうゲームの音とかが入っていたのもとても新鮮だったので私が YM に興味を持って夢中になって聴き始めた最初の取っかかりっていうのは音色でしたねやっぱりもの珍しい音色だから前、まあね、コンピューターゲーム サーカスのテーマインベーダーのテーマとか収録されているイエロー・マジック・オーケスラっていうアルバムに興味を持ったのはそういう理由ですよねあとはまあ2枚目のソリッド・ステート・サバイバーあの母校だね TOKIO っていうね坂本龍一の。 声がとても印象的だったのでそういうい音,音楽そのものじゃないかもしれませんけど音色っていうのも音楽を好きになる重要なファクターなんじゃないかなと思いますただあの私 YM に興味を持ったのは確かに音色からだったんですけれども次第にですね響きハーモニーに興味を持つようにもだんだんなってきたんですねやっぱり色々聞いてい聞てくうちにですね。 どうもこの3人の中では当時はですよやっぱり坂本龍一が作る曲がやっぱり好きだなって自分で思うようになってきたんですよね。それで譜面とかが売ってたりもしたのでエレクトン用の譜面とか買い込んでみてで実際にこう和音を自分で弾いてみるとですね面白い響きだなって思うようになってくるんですよ。例えばキャッチーなナンバーで「テクノポリス」ってあるんですけれどもねあれもすごくキャッチーで口ずさみやすい メロディーでではあるんですが、口さみにくいとこももちろんですけどでもイントロのタラララッタッタッタターナタッタターの響きが実際にこう鍵盤を押しながら追いかけていくと結構絶妙な響きというか計算された。 すすごいハーーモニーだななと思うようよになってきたんですねそういうのが取っかかりとなって他の坂本龍一の曲とかもですねつたない技術で耳コピーしながら追いかけて聴いていくとなかなかハーモニーで面白い構造で成り立ってんだなって例えばメロディーはとてもシンプルかもしれないけれどもそれを支えるハーモニー響きっていうのがかなり知的というか複雑というかなんていうかな 理論に裏付けされて構築されているんだな。というのがな、なんとなく中学に入ってからわかるようになってきたんですね。それでまあ。当時坂本龍一の。サウンドストリートっていうラジオ番組聞いていたりすると、あの ymo とかソロアルバムで発表している。以外の曲とかも。 かけけたりすするわけですよね例えば「フォトムジーク」って曲私大好きなんですけれどもそれラジオの中でこう実際に作りながらあの、まあ、ラジオの番組のテーマ曲にもなっていたんですけどなんて素敵な響きの曲なんだろうって、まあ、メロディーももちろんいいんですけれども響きがとてもね知的な感じでだけど哀愁も漂うメロディーだったりとかで。 まあ素晴らしいコード進行であり響きだなと思ってもうだいぶ私の場合はハーモニー響きっていうのが音楽を聴く基準の大きな要因の好き嫌いになる要因の一つにはなっていますねまあもちろんそれが全てじゃないんですけれどもねだからその響きのおかげでまあそういうね坂本龍一中心としてそのまた響きに興味を持つようになってまたクラシックに戻ったりとかもしてやっぱりクラシックの あの響きってすごく作曲家がこうオーケストラとか作曲する時ですねさまざまな楽器の音をこうブレンドして一つの響きを作り上げていくわけじゃないですかそれもなんかまあオーケストレーションとかにも多少興味を持つようになったりとかもしてそういう耳がそういう好奇心みたいのが育ってきたから多分 ジャズの方にも最初は全然分かんなかったんですけどジャズに入門しても割と時間かけずにですねジャズを楽しめるようになったんじゃないかなと思ってますっていうのも最初に聞いたのがビル・エヴァンスだったってことが大きかったですねやっぱビル・エヴァンスってすごくハーモニーを研究している人でありやっぱり of Blue、ね「カインド・ブ・ブルー」になくてはならない存在でしたからもうマイルスが起用したのもわかるというねこうやっぱり。 ちょっと西洋風のハーモニー、まあ、あのクラシックの勉強していた人なのでやっぱりジャズにはない響きをこうもたらしているんですねだから響きから私ジャズの理解に近づいていった感じがしますので。 だからあの中学の時とかにね YMO の曲とかをキーボードで弾いたりしていた経験は無駄にはならなかったかなとは思いますだからそう坂本龍一が作り出すあのコードの響きみたいなのが私のジャズへの橋渡しみたいな役割をしてくれたんじゃないかなと思ってますね。あとは 音楽好きにになるようう憧れっていうのもありますよね単純にねこの人のようになりたいとかこの人のようにギターを弾きたいみたいなねあるいは単純にこの人みたいにかっこよくなりたいみたいなねそういう自分にとっての尊敬する人物思粛する人物とかそういう人物を見つけると。 少しでもその人に近づこうと思って、まあ、楽器練習する人もいるかもしれないしファッションの方、髪型の方から入る人がいるかもしれませんけれども、まあ、当然、近づくために音楽たくさん聴いたりもしますよねだそういう理由で、あのその人の音楽好きになったりとか本当に愛情版になったりするっていうこともあったりもしますよねあとは好奇心で好きになるってこともありますよね私の場合、それとても大きかったですねつまり、何が何だかわからないんだけれどもき と何かあるに違いないなと今の自分の感性では捉えきれないし分からないことが多いかもしれないけれどもきっとこの私が尊敬するミュージシャン私が好きなミュージシャンが好きと言っているから何か。 今の自分では捉えられないんだけれども何かあるに違いないという好奇心で何度も聞いてやがて好きになるっていうパターンもありますよね例えば、えー、ブライイアン・イーノなんか割と私そうでしたね例えば YMO の,の、ね、細野晴臣さんなんかも「こうお土産」っていう写真集 YMO の当時あったんですけど確か細野さんの家のものとかを紹介するコーナーがあってそれでカメラマンかの取材の人が。 こう細野さんの家に行ったブライアン・イーノの「アナザー・グリーンワールド」が低く流れていたみたいなのが書かれていたりもするんですよ。あとインタビューとかで坂本龍一が「ブライアン・イーノが好きだ」みたいなことを言ってるんですね。でやっぱ「アナザー・グリーンワールド」買って聴くわけですよ。で何やってんのか全然わか,わかんなかったんですよ最初は。もう何回も聴きましたでも全然つまらない音楽だなと思ったんですよ。あんんまり全然キャッチーじゃなないいししやろうととていることがなんか 見えてこなかったんですけれどもでもあの坂本龍一が好きだといいであの細野晴臣さんも日常的に書けているっていうんであればきっと何かがあるに違いないって好奇心でこう好きになっていったっていうことはありません、ね、それで何回も聞いてね少しずつ好きになっていったとまあ一番最初におっと思ったのはやっぱり。 パーシー・ーーシジョーンズのベースでしたけどもね <laughs>、うん、この低音でうごめく低音は何なんだってそこら辺から取っかかりになって少しずつ世界が開けてい,たいったってことがありますだから今の私ジャズを聴く姿勢みたいなのも好奇心っていうのはすごく大きいかなとは思ってますね例えばあのセシル・テイラーとかもあの今はすごく好きなんですけれどもそういうフリージャズみたいなのも 最初は全然わけ分かんなかったんですけど、まあ、何かあるに違いないと思って聴けるようになったっていう理由はやっぱり好奇心が育まれていたかなとそういう諦めずに何回も聴き続けるっていう姿勢を身につけたのはそういう姿勢のを自分にもたらしてくれたのっていうのはやっぱり。 中高時代に色々と自分が好きなミュージシャン、まあ、主に YMO ファミリーの人たちなんですけれどもねそういう人たちがいいというものを聞いてどこがいいんだろうって一瞬思っちゃったりとかもしつつも聴き続けてるうちにだんだん好きになるっていうねスティーブ・ライヒなんかも確かそうでしたよね現代音楽のね。本当わけわかんないんだけれどもやっぱり自分が好きな音楽を作ってる人がいいというからには絶対何かあるっていうねそういう気持ちも結構 音楽を聴くモチベーションになる一つの要因なんじゃないかなと思いますねあとは雰囲気とかムードそういうのも結構大事なんじゃないかなとは思ってますねやっぱりジャズを聴く あるいは聞き始める人の大きな動機というかモチベーションっていうのは結構風景引きとかムードっていうのはあると思うんですよねやっぱりちょっと大人っぽいだったりとかちょっと知的な感じとかねあとジャケットがすごく秀逸なデザインのもの写真のものが多かったりもする、ね、にそれを眺めながら、うん、今いい時間日常とは違う ちょっと贅沢な時間を過ごしている自分がいるというようなね。雰囲気ムードに浸りたいっていう理由も立派な音楽を聴くモチベーションなんじゃないかなと思ってます。だからやっぱりウッドベースっていうのはこうジャズを。 の一つのアイコンになっっちゃってますよねあの弾いてる内容同じでもやっぱりエレキベースだと雰囲気出なくてやっぱりウッドベースの方がいいよっていう人いっぱいいますもんね。まあ実際楽器の特性とかは全然違うのでやっぱりエレキベースとウッドベースは弾き方がこうね ちょっと違ってきたりもすることもありますし同じ音域ではあるんですけれどもやっぱりウッドベースの方がもっと低く聞こえるというね人間の耳にはねだからそういった音響的なイメージっていうのももちろんあるんでしょうけれどもやっぱりあの大きなビジュアルがすごくねジャズを体現するようなアイコンになってるような気がしますのでやっぱり。 ジャズはやっぱりウッドベースじゃなくちゃっていうのはそういう音楽的な理由とか音,音響的なね理由以外にもそういうムードみたいなものっていうのはあると思うんですよね雰囲気ムーードもジャ,あのジャズとといいうかか音楽を聴く上でのの重要なななな一つのファクターなんじゃないかなと思ってますね。あとは語り口とかそういう体内時間みたいなものですよね。 だから私の場合ジャズを聴き始めてからこの語り口っていうことを理解するようになりました発見するようになりましたつまりスタンダードナンバーっていろんな曲じゃないいろんな種類のタイプのミュージシャンがいろんなアプローチで演奏してるじゃないですか例えば枯葉一つとっても何百種類何千種類のアプローチがあるわけですよねもう何万人のジャズ演奏家が演奏しているあれなのでそこに曲がいいとか。 そういういのもあるのかもしれませんけれどもその曲そのものよりもこの人は枯葉という話をどう語ってくれるのだろうというような、ね、そのアプローチどうやってこう語ってくれるのだろうというね、語り口とかそういったものに注目するようになったのはやっぱりこうジャズを聴くようになった。 からでですよね同じ曲でも全然違う例えば私が最初に聞いた枯葉っていうのはビル・エヴァンスの枯葉だったんですけどねポートレート・イン・ジャズに入っているだけどその後マイルス・デイビスの「サムスン・エルス」の枯葉とかあと同じピアノトリオでウィントン・ケリーの枯葉って全然違うじゃないですか,だから人によって全然アプローチが違うという、まあ、それ好奇心につながるかもしれませんけどこの人だったらどう料理してくれるんだろうこの人だったらどう語ってくれるんだろうみたいなね でそういうよういよよな興味ももあったりもしますよね。だから本当にジャズを聴くことによってこう私の場合は語り口みたいなものとかそういうその人の癖みたいなものあとその人が流れる体内時間みたいなものつまりビートの突っ込み方とかもたり方だったりとかリズムにどうやって乗っていくタイプの人だったりとか、まあ、そ細かいところかもしれませんけれどもその人の身体的な特徴癖みたいなものそういうのも聴き取るような あの耳もジャズを聴くこととによってて育ままれてきたんじゃなないいかなと思いますだからまあ私の場合はもう本当にハーモニー中心で音楽聴くことが多かったりもするんですけどかといってじゃあピアノレストリオも好きだったりするんですねでピアノレストリオってハーモニーないじゃないですかだからそういう場合はこうスリルだったりとか緊張感だったりとかあと語り口だったりとかねそっちの方を味わっていたりするかもしれませんし逆に。 ビド・エヴァンスとかねそういうピアニストが好きな理由っていうのはやっぱりハーモニー美しいハーモニーに浸りたいみたいなねあとギド・エヴァンスのアレンジとかも好きだったりするのがあとデューク・エリントンのアレンジも好きだったりするのはそのハーモニーを聴き取りたいっていうような欲求があったりとかもするのでまあ音楽を聴くモチベーション理由っていうのはまあいろんな理由がうまい具合にこうブレンドし合って。 その人の好奇心というか聞きたい欲みたいなものを書き立てるものがあるんじゃないかななんて思ってますだから私の場合は本当にまずは10代の頃は YMO でさらに10代後半から聞き始めたまあ、20代後半は触り程度ですよねもう20歳ぐらい以降ですねそれぐらいになってから聞き始めたジャズがすごく音楽鑑賞の上での感性みたいなことを育んでくれたような気がします まあ皆さんはどういうことにポイントを置いて音楽を聴いているでしょうかどういう理由で音楽を好きになったりしているでしょうかそういうのを考えてみるのも面白いんじゃないかなと思います。ということで最後までお聴きくださいましてありがとうございました。